水とメディアをかき混ぜながら、ブラストするのが面倒。メディアを吸い上げる量が少ないため、研磨力と検索力が弱い。水とメディアが周辺に飛散するため、水浸しになる。プラス、掃除が大変。蒸気の3つの欠点を解消するため、水とメディアをかき混ぜなくてもブラストできるように、水とメディアを入れる容器を、バケツからカラーコーンに変えてみると、どうなるのか検証してみた。以前上げた動画で、ウェットブラストの検索力が弱かったのは、コンプレッサーの能力が低いこともあるが、メディアを思った以上に吸い上げてないのも、要因の一つと妄想。実際に、メディアは、かき混ぜても、すぐにそこに沈んでいくことがわかる。Thank you.
代わりに床を掃除しながら洗い流している。終わり。